大学都市にある学生寮、パリ日本館パリの日本人コミュニティでは、フランスのパリにある日本人、または日系人の社会集団について説明する。パリ都市圏には日本人コミュニティが存在し、2013年時点でパリにいる日本人居住者の公式人数は3万8000人である。1960年代初頭、 日本人観光客向けの免税店がパリに開業した。その後、長期滞在者向けのビジネスが行われるようになった。オブニー発行の主幹、ベルナール・バーノードは、1965年、または70年代に入ってもなお、フランスに移住してくる日本人の数は非常に少なかったと述べている。1991年、ルックジャパンのジェシカルツマンは、 日本の経済的地位があったため、アフリカや中国からの移民によって持ち込まれた民族主義の緊張を日本人移住者が煽ることはなかったと記した。中国やベトナムなど他のアジア系民族が貧しい難民としてパリに到着し、パリ中華街などの集落コミュニティを形成してきた。一方、1995年当時の在仏内市、来仏日本人は主に比較的短期滞在で、 各々の職場付近に住んでいた。1995年に在フランス日本国大使館の一等書記官であった新井達夫はパリには日本人学生のための寄宿舎パリ日本館以外に日本人居住者が集中している地域はほとんどないと述べた。日本人向け食料品店の経営者イザベルモリニューが語るにはパリの日本人コミュニティは非常に個人主義的であり 日本人のアイデンティティを公然主張するよりも、パリの文化に適応することを望んでいる。それゆえ彼らは、同じ地域に住む傾向もあまりない、とのことである。1991年から2013年に、かけてみても、日本人内し日本のビジネスマンは、パリ西部とその郊外、主に、パリ15区と16区にある、賃貸物件に定住する傾向があったほか、 ブローニュイコールビアンクールとヌイーシュルセーヌの郊外に住む傾向があった。ヌイなどの地域は高価であるため、それはフランス社会に同化するのではなく、より広く日本人コミュニティから自分を遠ざける日本人の一例であるとルツマンは述べた。日本人とヨーロッパ経済的文化的衝突の著者マリー・コント・ヘルムは日仏文化学院パリ日本人学校からのバス路線が 子供を持つ日本人家族がパリ都市圏に定着する場所を本質的に決定すると書いた。日本人はランクに応じて異なる地域に定着し、会社社長ら経営者らはヌイーシュルセーヌ周辺に、あるいは会社の取締役役員らは16区、パッシー界隈で暮らす一方で、社会経済的ランクの低い日本人は15区の旧ホテル日光周辺も含めた、 パリ・サガー日体で生活した。ヌイーシュル・セーヌ周辺には、社長通りという冗談名称があるほどである。また1995年当時、オペラ地区には多くの日本企業があったが、日本人居住者がほとんどいないため、この地域がチャイナタウンのようになるとは思えないと、新井は述べた。三越パリ店、2010年に閉店。ビジネスマンとその家族は、 大丸フランスとポルトマイオのパリ国際センターで日本食を購入する傾向がある。予算がない居住者や学生はパリの中華街に行って日本食を購入する傾向がある。大丸フランスは1973年9月に設立された。パリには70種類以上の日本食レストランがあり、価格帯や顧客層が異なる。オペラ大通りとサンタン地区にはカラオケバー、デパート、 オフィス、銀行、ショップ、百貨店などがある。日本のパンケーキ店としては、東急グループのサンジェルマン、トラや山崎製パンのチェーン店がパリで営業している。パリのサンジェルマン店舗は1979年に開業した。パリにある日本人運営の企業には、建設会社、法律事務所、ホテル、ゴルフクラブ、旅行代理店、不動産会社、広告会社、 新聞社などがある。パリにある日本人居住者向けの商業店舗には、副食店、書店、理髪店、百貨店、メガネ店などがある。1995年には、オペラ地区に20以上の免税店があった。同年のサンタンド通りには、複数の日本食レストランがあり、フランス料理を提供するものも、和食を提供するものもあった。フランス料理を提供する店は、 主にカンボジア人、タイ人、ベトナム人など非日本人で運営されていた。パリ・ミツコシは1971年に開業し、1996年には売り上げ57億円を達成した。9月11日のテロ事件後、消費者が航空機での旅行を避けるようになった。2010年までに日本人観光客相手のビジネスは下火になり、多くがミツコシの代わりに、 地元のお店を巡るようになった。2009年には、同社の売り上げが17億円となり、日本人訪問者の不足のために2010年に閉店した。日仏文化学院パリ日本人、学校日仏文化学院パリ日本人学校は、パリのモンティー・コール・イコール・ブルトン郊外にある、日本人学校である。1973年に、トロカデロ駅周辺に創立され、 1990年に現在の場所に移転した。学校の主要言語は日本語で、小学校と中学校の授業を行っているが、フランス語の授業もある。パリ地区から学校までの距離が長いため、一部の家族は子供たちをフランスの学校に送り、パリの私立運営校である土曜の日本語学校に子供たちを通わせる。高等学校の一部学生は、 アリー・インターナショナル・スクールに通っている。1992年には、日本人は ISP で最大のグループになり、その年の学生の19%を占めた。歴史的には、2005年に廃校となったアルザス・成城学園や、2013年に廃校となった、フランス・港南学園・トレーヌが存在した。アルザス・成城学園は、東京にある成城学園が運営。 フランス高南学園トゥレーヌは神戸にある高南学園が運営していた。サンジェルマンアンレーにあるリセインターナショナルサンジェルマンアンレーには日本人学生向けのセクションがある。補足的な日本語教育プログラムのパリ、日本語補修校はパリの16区にあるセーフランソワデロー幼稚園兼小学校で行われており、同事務局は在仏日本人会にある。さらに、 ブローニュイコールビアンクールにはエベーユ学園がある。また、日本の文部科学省はサンジェルマンアンレイにあるリセインターナショナルサンジェルマンアンレイでの日本語セクションを一時的な補修プログラムとしてリスト掲載している。コントヘルムは一部の日本人の子供たちはフランスの地元の学校に一部時間は出席しているが、より国際的な考えの日本の両親でさえ、 滞在後半になると再転勤に向けて子供を日本人学校に移籍させると書いた。1991年にジェシカルツマンは日本人のインターナショナルスクールという選択はそのコミュニティに同化するというよりより広いコミュニティから自分たちを隔離する日本人の例であると書いた。在仏日本人会の本部がある建物。在仏日本人会は 日本人とフランス人の個人約1万人及び3700家族の会員を有する。その本部はパリ16区内のアルママルソー駅付近にある在フランス日本国大使館アーゲフはパリ最大の日本人団体の一つである。この教会はフランスに新たに到着した日本人が新しい家に適応できるよう手助けをしている。 同協会には貸し出しを行う図書館が施設内にある。コントヘルムはより排他的なものを中心とするヨーロッパの日本人コミュニティとは異なり、この日本人会はより広い雰囲気を持っていると書いた。仕事で住む家族、観光客、学生を含む様々なグループの日本人が協会の財産を共に活用している。日本政府は在フランス日本国大使館を パリで運営している。2013年、パリには7つの日本語のダイジェスト誌があった。ジャーナルハポンは、日本の文化史日本のニュース、日本のサービスに関する情報を伝えている。財布日本人会がこの、ジャーナルハポンを出版している。財布日本人会は、文化活動を列挙する、ジャパニーズガイドツーリビングツーパリも出版している。パリ日本文化会館フランスに住む、 典型的な日本の会社員は、そこで約3から5年を過ごす。1991年、一般的な日本企業は雇用パッケージの一部として、住居や自動車を提供していた。短期滞在のため、彼らの雇用場所が彼らの社会的な中心地になり、1995年に、新井はコミュニティが発展する機会がほとんどないと述べた。イザベルモリーは、パリでは、 日本文化が家の中にあると述べた。1991年にルックジャパンのジェシカ・ルツマンは一般に日本の労働者はフランス市民と共に仕事を行うがパリにいる特に日本人学校に通う多くの日本の子供たちはフランス人の同年代と決して友達になれないかもしれないと述べた。ルツマンは三越地域、日本食レストラン、ネイルサロンなど 日本人向けの多くのビジネスが日本語で行われていることから主婦はおそらく日本人コミュニティの中で生活している可能性が最も高く初級フランス語を超えて進歩することは絶対にないと付け加えた。フランス語を学びにフランスに来る日本人なら企業から送られた日本人よりもフランス人と接する可能性が高いとルツマンは述べている。 アリアンスフランセーズは、日本語話者に合わせたフランス語の授業を提供している。日本人コミュニティのレクリエーション活動としては、毎年のアートクラブ展示会、バザー、体育大会、書道大会、囲碁、俳句、日本語授業、フランス語授業などがある。ありがとうございます。